こんにちは、かっこいいギタリストの竹下敦です。本日ご紹介するのはね、こちらのポール・リル・スミス、こちらですね、こちらはですね、ジェイク・サイザさんが、カスタマイズしてくださいました。主な、ね、変更点としては、この、ボリュームとね、一般的なポール・リード・スミスは、引っ張るとシングル、押すと、ハンバッカーになるんですが、今回はそのスイッチを全部なくしてもらいました。なので全部オールハンバッカーです。でね、ハンバッカーのギターはシングルと違ってね、ノイズが少ないんですね。ちょっと弾いてみたいと思いますね。皆さんおなじみのね、イングエム・アルムスティンさんのヒロシア・モナムールを弾いてみたいと思います。A マイナーかな。これね、スイッチがついてるんですが、見えるかな。これでリア、これでミックス、これでフロントなんですね。フロントの音っていうのはすごく甘い音がするんです。これフロントで、これがリアです。するでしょう。で、これがミックス、フロントとリアを、合わせたものですね。これが中間の音になります。フロントであるんですね。で、このギターは、0.9 っていう細いタイプの、弦が張ってあるんですが、私はあんまり0.9 の弦っていうのはね苦手なんですが、でこのギターを弾くようになってからね、0.9 が弾けるようになりました。私のギターはね、こういう風に、ポール・リード・スミスのスタンダードなんですけど、カスタムモデルになってます。とっても気に入ってます。このね、黒と、アイボリーかなのピックアップが、とてもね、俺はかっこいいと思ってます。それでは、ギターはね、弾けるだけで楽しいですから、愛着を持ってね弾いてほしいと思います。それでは、またお会いしましょう。竹下敦史でした。